はいどうも皆さんこんにちは、リュウパラです。本日はですね、ツインエンジェルコラボのですね、関連についてちょっとやっていこうと思います。皆さんは、レベル70のクエストで星5の武器が手に入るっていうのはご存知でしょうか。まあ、クリアした方はもちろん知ってるとは思うんですけど、その、周回できるクエストなんで、それでたくさん星5の武器をゲットすることができるんで、で、その集めた武器を使って今日は、錬金をね、していきたいと思います。あと、プラスでね、探索で集めた錆びた武器もあるんで、それも一緒に錬金をして、神器が出ればいいかなってところですが、やっていきたいと思います。その前にですね、せっかくコラボ、ツインエンジェルとコラボしてるんで、まずはそのクエストをやっていこうかなと思っております。で、その前にですね、このレベル70のクエストをクリアするために僕が一応考えたパーティーっていうのがありまして、戦ってみた感じ、ある程度レベルが低くても結束とかで能力値を高めることができれば、まだね、倒せるようなクエストだったんですよ。なんで僕は一応余裕を持たせてというか、一応サブでムスタファとファルリンを入れてるのは、ムスタファは宝箱のため、ゴールドはそこまで気にしてないんですけど、宝箱の出現率をアップさせるため、ファルリンは今回のクエストは AP が40っていうね、ものすごいAP を食らうクエストなんで、そのためファルリンを入れて、運が良ければ AP を回復しつつ、スタミナの身の消費を減らすという、そういう意味で入れております。このね、サブパーティー強化熱を入れてない分ちょっと弱くなるかなと思ったんですけど、このパーティーでも何歩かいけるかなっていうところで、他のメインの方は、賢者の塔で固めて、トビアス、クニアリデンズのトビアスであったり、あとはっていうか、普通に強いキャラクターを固めたっていう感じですね。確か前にこの辺のパーティーについて紹介した動画があったような気がしたんで、その辺も見てもらえたらいいかなと思っております。っていうわけでやっていきましょう。はい、というわけでフレートの方にですね、フィリアナがいましたんで、これでやっていきたいと思います。もうね、すごい簡単に倒せます。ちょっと3倍だと早いから2倍ぐらいでいきましょうか。やっぱりね、こういうクエストの醍醐味っていうのはやっぱり音楽と一緒に戦うっていうのがね、いいですからね。相手もね、ツインエンジェルがね、こういう感じで戦いに来るんで、より一層雰囲気が上がるんで、全然飽きずに戦えるっていうのが非常に嬉しいですね。こんな感じでですね、トビアスのクニアリの必殺技である程度も倒せます。これでボスが出てきたら、フィリアナの必殺技で潰していくと。このね、トビアスの技のおかげで相手はもうほぼほぼダウンで動けないんで、だいぶ足止めしつつ必殺技で潰すっていうね、こういう感じで倒していけば大概は倒せるかなと。あとはね、出てくるところとかを、そんな難しいことではないんで、出てくるところをちゃんと把握しておれば全然余裕で倒せると思います。ちょっとね、ツインエンジェルの見せ場を全くなかったんですけど、逆に相手を攻撃してしまったらもうだいぶ食らえますからね。そういった面で言えば、こういう戦い方がいいのかなと僕は思います。てなわけで、宝箱今見た感じ一つ落ちました。今回はやっぱりきつめに設定されているようで、こういったね、宝箱落としやすいキャラクターを持っていたとしてもちょっと厳しいのかなっていうところですね。はい、てなわけでね、この音楽の
キャラクターっていうのは今ここに映っている2人の女の子のものなんですけど、一応このねコラボクエストで手に入る、キャラクターなんで、まだやってない方はぜひやってね、あのリーダーにすればこの音楽でクエストを楽しむことができるんで、ぜひゲットしてみてください。はい、ではですね、錬金をしていきたいと思います。じゃあまずは、錆びた武器からやっていこうと思います。最近はですね、ずっと副刀で探索をさせてたんで、錆びた槍がたくさんあるんで、これを20個あるから、4回できますね。うん、これをやっていきましょう。あー、まあはい。何とも言えない武器が来ましたね。でも大概出てくるのはこの辺ですからね。ゴールドレイピア系ですからね。来い。いらない。いらないよ。これもいらない。移動速度が上がるとかいらないですよ。これも スピード移動速度が上がる、いらないよ移動速度は。はい、サビだけは終わりました。次がですね、このツンデレコンとしましまソードですね。これがね、さっきのクエストで手に入る武器なんですけど、まあね、ちょっと説明すると、もうね、極端なんですよ。極端に、これだったら防御ボーナスは少ないけど、それ以外がめちゃくちゃね、能力値が高いという、しましまソードも、しましまソードもそうですね。防御ボーナスないけど、他がすごい強いっていうね。なんで、使い方によっては非常に使える武器にはなるのかなとは思います。で、7枚、5枚とあるんで、まあ1回ずつですかね。1回ずつか、もしくは組み合わせ、錆びた系と組み合わせればもう1回ぐらいできるかなと。来い。おお、なんだこれ、モーニングスター。あ、出た、また移動速度かよ。移動速度はいらないって。まあいや、次はしましまソードいきましょう。しましまソードだったらなんか剣ですかね。あー、またこれか。あー、そっち系か。なるほどね。じゃあいけるかな。積んでるコンが2枚と錆びた武器が1枚で、確か銃と、あったあったあった、銃と弓があったわ。これでいける。 OK、 じゃあこれでいってみましょう。最後神器が出てきてほしい、もしくは強い武器が出てきてほしい。さあ来い。くそ、最初と一緒じゃねえか。もう。いらないよ。え、全部これじゃない？いやー、失敗したな。まあ、さっきのですね、クエストは、あと、1日ぐらい、1日ないか、そのぐらいまで、ちょっとできるんで、まあ余裕があれば、たくさん集めたいなと思います。まあね、普通に経験値も上がるんで、そういった面では、やってみた方がいいかなとは思うんで、ぜひやってない方はぜひやってみてはいかがでしょうか。というわけで、まあ、今日の動画はこれで終わりたいと思います。この動画を見て面白いと思った方はぜひチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。